どこ行ってたんだよ。いやどこ行ってたっていうかお茶園行ってたんすよ。あれだ。さあ始まりました、飲み旅チャンネル。まだ慣れないね、この一緒に言うっていうのはね。そうですね、この番組はお酒とおつまみを楽しむ飲み旅からその街を知るをテーマに、はい、僕らの飲み旅案内人がその街の魅力や飲み旅の楽しみ方をお酒と旅から深掘りしていく番組です。はい、そんな飲み旅で案内人を務めさせていただきます、エンジンの中林トイです。東海の夢丸です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと、どこ行ってたんだよ。いやいや、どこ行ってたっていうかお茶園行ってたんすよ。行ってたの。中央セリフですよ。だいぶ走ってきました。ここから離れたくない。行ってきます。行ってらっしゃい。行ってきます。バイ。ここですごいお茶の匂いする。すごいですよね。もうずっと俺あのお店で飲んでたからさ。ルルルやばちょっと。いやお茶すごかったですよね。お茶美味しかったですよ。ちょっとカナさんにもお茶をねプレゼントしましょうかね。これ掛川城って掛川城だ。掛川城城ってベロベロじゃないですか。ちょっとまだ酸素が、ま、回ってないみたい。じゃあちょっとお茶で休憩してもらって。お願いします。はい、すごいですよ。よいしょ。すごい、いただきます。やっぱこれだね、掛川茶。CM みたいな。 CM 狙ってます。いやー、生き返った。めちゃくちゃ渋い。いやすごいですよね、うん、本当に渋みがあって、ね、すごい美味しい。お茶園も圧巻でしたよ、本当に。いやー、あー生き返る。よかったよかった。生き返る、リアルに生き返る。よかったです。これ3人も合流したということで、うん、そうね。はい、今回ですね、ここ、うん、そうなんですよ、うん、掛川の名物がおでんということで、うん、はいはいはい、こちら掛川城の大手門すぐ横にある、はい、水の屋さんにやってきました。水の屋、水の屋さん、そうなんですよ。お菓子どころ水の屋。ちょっと駄菓子屋は懐かしいね。いや本当に懐かしいですよね。だってもう今こういう駄菓子屋も見なくなったくないですか、ね、いや本当に特に東京に普段いるとあんまり駄菓子屋さんってみんな行くかな。見ないですよね、本当に、うん、まあ、いわゆるその商業施設の中にある駄菓子屋さんみたいな、うん、そうですね、駄菓子屋を再現しました的なお店あるけど、はい、いわゆる本当の昔ながらの、うん、もう本当ローカルで地元の人が来るお店っていう感じなのかな。いい、ね、最高ですね、うん、確かに駄菓子屋さんにおでんとかって言ってたもんね。ありましたね、なんかちょっとみたらし団子とか、うん、そう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 、ちょっと軽食がね、うん、ありましたね、うんうん、いいですね。今回じゃあここ、はい、入っていきますか。はい、行きますか。はい、駄菓子購入対決しましょう。あ、いいね。駄菓子購入対決、対決、対決、対決。あ、ま、出た、またポチ袋。あ、出た、あ、出た、かわいいやつだ。箱根に引き続き可愛らしい。あげます。え、これおいくら。ありがとうございます。中を確認してください。はい、300円。300円、ちょうどいい。 こんなんもう子供からしたら、いや、そう、本当にやっぱ遠足ではやっぱ300円ですから、うん、ヒーローになっちゃう、駄菓子屋だったら、ね、対決だ、はい、対決ね、行きましょう、 しましょう、楽しみだな。うわー懐かしい。もういや懐かしいですね、駄菓子。僕まさにこのヨーグルトっぽいやつとか、このココアシガレットとか、こういうのめっちゃ食べてました。これめちゃめちゃ美味しいですよ。これめちゃめちゃ美味しいです。どんどん焼き、ちょっとちゃんと計算しないと。50円、75円、75、97円、97円、
130円でしょ。あ、今150円ぐらいですね。あと半分ぐらい。皆さんこれ分かりますか。これ泡は口の中でこうシュワ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 ってなるんですよ。これもいこう。なんか駄菓子人気なおやつとかあります？人気のね、人気は小さい子の人気のね、うん、このしんちゃん組なんか、結構これ人気は当たり外れ付きでね。あ、当たり外れ付きで、うん、うわ最高。これじゃあしんちゃん、こちらしんちゃん組当たりますように。一旦これで行って、もうちょっと余りそうだったらちょっとだけ後で追加しようかなと思います。駄菓子買っていきましょう。ちょっとこっちのね、なんか駄菓子来るのももう何年ぶり、15年とか16年ぶりぐらいになるのかな、こういうちゃんと昔ながらのっていうところだと。うわー懐かしい。これね、サワーペーパー、サワーペーパーキャンディー、これを高校時代10本ぐらい持ってって部活までに食べきってましたよ。子どもの時高級だったヤングドーナッツ、これも俺好きなんですよ。これちょっと買いましょう。うわこれ買っちゃおうよ、ビッグチョコ。これ好きでね、本当に100円だけお母さんからもらってこれを買って40円どうしよっかっていうので結構悩むんですよね。うわー迷っちゃうねこれは。またうわ懐かしい、青べ赤べ。これね昔こんなちっちゃくなかったのよ。これ10円で買えないお菓子だったの。こんな長い、この指ぐらいのサイズで1本ポンって入ってるやつで、これを食べてましたよ。これも買いましょう、はい、じゃあこれでお会計お願いします。うわ懐かしいのばっかり。うわやばい、これめっちゃ懐かしい。グレープスカッシュね、そうこれで食べるんだよな。うわラムネも懐かしい、俺青派だったんだよな。33円。うわちょっと懐かしい、これとかももうこれをね爪楊枝に刺してバーベキューみたいにしてね、うーわーこれとかも懐かしい、キャンディーね。うわ懐かしい、どんどんめっちゃ、うわガブリチューとかナチー、あパチパチパニック俺大好きだったから、パチパチパニック、パチパチパニック、ガブリンチョ、やった結構買っちゃった。掛川名物おでんですね。出た、いや静岡おでん、ね、静岡おでん、なんかでも俺初めて見たんですけどこのスタイル。そうだから静岡はこの魚粉だよね、有名だよね。あれですよね、黒いおでん、汁がすごい黒いんですよね。さあ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 、じゃあまあまこれおでんをいただきながら、はい、乾杯。乾杯。美味しい、美味しい、うん、美味しい、うまい。何からいく？うわ、やっぱ名物は黒はんぺん、はんぺんいきましょうか。そうですね、一人一個ずつちょっと魚粉をね、ちょっと分けてあげて。うわすごい、じゃあ、はい、いただきます。いただきます。いただきます。ちょっと待って戻ってきたよ。どうしたんですか。俺行っちゃっていいのかなと思って。行ってください。いやいいよいいよ、行きなよ。行っちゃってくださいよ。うん、味染み込んでるのとこの魚粉がいいマッチしてますね。これも噛めば噛むほど味が出てくる。これお酒に合いますよ。いやこれいいね、おでんは進んじゃうね。中ちゃん行っちゃってよ。僕行っちゃいますね。いただきます。うん、
や、どっち、その落ちそうなのがうーんなのか、美味しい方なの。美味しい方ですね。美味しい方。なんか関西のおでんより、うん、味より染みてるかもしれないですね。これ、はんぺん魚ですかね。魚、そうそう、練り物ね。そうだね、うん、美味しい、めちゃめちゃ。いただきます。なんかちょっと牛タンにも見えるね確かに、うん、あ、うまい。これは素晴らしい、うん、やっぱ魚粉がいいね、この、うん、なんかめちゃめちゃアクセントになってるんですよね。そう、さっぱり、うん、最高。これはお酒進んじゃうわ、うん、めっちゃつまみとしては最高。小学校の時にさ、下校の時にさ、昼間から飲んでるおじさんたちいるなと思われてるんだよね今の小学生ちっちゃい時は思ってませんでした、ね、なんか各酒屋さんとか前通ると、おじさんたちこんな時間から飲んでんだみたいな。確かに。でもやっぱ掛川の子たちはすごい元気ですね、うんうん、あれあれめちゃあったわ今のは。いや本当ね、さっき、いや確かに子供は元気よ、うん、小学生がもう走りながらこの土地に入っていったんですよでも掛川限定ではないの、うん、でもまあよりねより感じるっていうのはあるかもしれない。感じますね、やっぱり。確かにこの気候と、うん、そう、そしてこのおでんと、うん、いやということで駄菓子対決だあったね。なんかありましたね、それあったんですけど、これどうやって対決するんですかね、これ。いやだから一番充実してるというか、センスのいい買い方してる人。なるほど。じゃあもうちょっとセンス勝負。いや、センス勝負ですかね。しますか。やろうか。これはじゃあ、まあ、コメントもしてほしいですね。あ、そうね、誰のおやつが良かったのかと、うんうん、だし300円ギリギリどこまで買ったかとか、ね、それも結構大事、ね、大事ですよ。確かに。これじゃあ出していってもいいですかね、うん、確かロングチュー。ロングチュー？え？え、あったかな、うん、ジェネギャ。ロングチュー。ロングチュー、あんまだ。あとこのノシイカ。ノシイカ。ノシイカ。ノシイカはね。これ本当に。うん。これ好きなやついるんよ。あとこのどんどん焼き。あー、もうどんどん焼き。いいね。大好きです、これ。はいはいはい。うまいよな。で、このヨーグルトみたいな。そう。ヨーグル、あのね。うん、ありますよね。ヨーグルトではないんだけど、そう、ヨーグルトっぽい。っ、う、ぽ、ん、いんだよね、これも。そして、当たりがついてる。サワーペーパー。あー懐かしい、ーーー、ね、これは懐かしい。からのガブリチュー。ガブリチューだ、はいはいはい、データガブリチュー。結構定番系を。これしますか、アワアワ。あ、知らない。アワアワっていうのがこれあるんですよ、これ口の中でこうシュワ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 って、泡になる、ずっと。これは、うんうんうん、シガレットですね、うん、コーラシガレット。コーラシガレット、これでね、タバコみたいに加えてね、加えて、はい、子供の時真似するんですよ。こちら、カギッコチョコレート。でもなんかこういうのはなんかありますよね。なんかこの八の字のあったあった。そうなんですよ。で、ラスト、はい、こちらちょっと初めて買ったんですけど、当たり付きのクレヨンしんちゃんのグミ。グミね。あー、なるほどなるほど。これおすすめさしてくれました。で、昔からあるよね、この感じは、うんうんうん。これで合計、これ合計が296円。おお、すごい、攻めたね。綺麗に買ったね。綺麗に買った。バランスもいいし、うんうん、続いてじゃあ僕、はい、行っていいですか。はい、お願いします。はい、まあ、まずもう袋から出てるこれですよ。わ、ビッグチョコ出た。懐かしい。もうこれ安くてお得。そう、いや、これ美味しいね。美味しいの、本当に美味しくて、めちゃくちゃ食べた、うん。で、これですね、パチパチパニック。うわぁ、これもう絶対みんな懐かしい。で、口の中に入れて、こう音をな聞かせるみたいな。いや、ギリギリみたいなね。パチパチパチっていうやってたな。で、これですね、これなんかみんな知ってるっすか、これ何。ダイヤモンドリングキャンディ。知らない。うわ、見たことない。指輪みたいにはめて、ペロペロ舐めるんですよ。何それ。初めて見た、初めて見ました。 こういうパッケージじゃなかったかと思うんですけど、僕ちっちゃい時これあって、また似合いそうだよね、これペロ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 っていう。初めて。面白いね、結構ベトベトになりそうだけど、うん。で、続いてこれもうみんな大好き、ヤングドーナツ。これも食べたね。これは美味しいんですよ。 これシェアできるのが良い、うん、宮田のヤングドーナツね。やっぱり僕もガブリチュー、うん、ガブリチューね。これうまいんですよ、ね、独特の食感というかね、買、うん、ってんすよね、こう。そうそうそう、ガーってやる。でもちょっと中ちゃんと子もほんとヨーグルね、美味しいですよね。で、
こちら。何これ。うわ何これ。これ何だったっけな。カラボ？カラメルの、カラメル焼き、カラメ焼きの、はいはいはい、なんか小分けになってたやつがあったんで。へー、あーすごい。なんか時代を感じる。おかみさんが一番大きいの選んでくれました。うん、でも確かにこれでいくら？これで11円とかそんくらいですね。安いっすね。でもやっぱこれ大事でしょっていう、うん、カルパス。あったのか。めっちゃそう、どこにあった？これちょっと隠れてたんですよ。これ買ってたなっていう。でもやっぱりみんな大好き赤べです。うわー。あれね、ベロが赤になる。これは、はい。おで合計280円。おお、はい、バランスいいね、うん、甘いのもあればちょっと塩辛いのもあるよっていう、うん、これは俺初めて知ったな。いや本当にこれをいいんすよね。これなんかちっちゃい時めっちゃ食べてた覚えありますね僕。じゃあ私からだ。はい、うん、まあこの辺はね、まあ、先ほどやっぱかぶりますよね、うん、かぶってくるのよ。はい、まあ、この辺は一応押さえときますよ。うん、確かに昔食べたやつですもんね。そう、あやっぱりパチパチ。一応紫で統一してます、はい、本当だ、はい、そして、まあ、さっきやった僕はねこっち派なんですよ。おお、ここはしがれ。なるほど。さあここからですよ、うん、はい、まあこれまず、ああま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 あ、うん、これまあほぼなんかこう看板みたいな感じだね、うんうん、そしてこのチョコバット。うわ、確かにこれはマジで1000本食べた。俺も小6までに1000本食べた。これのホームランを出したいですよね。クラスみんなでやってたもん、うん、ホームラン出たって言って大体、うん、アウトでね、出ないんですよこれ。なんかね、柵でもないなんかシュノっていう、うん、なんていうの、独特のね、わかります、食感美味しい。そして俺これ大好きだから、卵ミルクボーロ。そう、ミルクボーロ、これも一生食べた。大好き。これも1万粒食べた。ガシャーと。ガシャー、もうブワッシャーって言った。で、あとね、これ皆さん覚えてますか？うわー。俺ね、これをね、あの串刺しにしてね、バーベキューみたいに一個一個こう食べたの。やってたのよ。俺これ初めて見ました。嘘？これフルーツの森。これめちゃくちゃいいよ、これめっちゃうまいんだから、うん、なんか俺のやつ、なんかプラスチックの ありましたね、やつに入ってるやつでしょ。これはこうだったけどな、一個一個小分けになってる、ね、ありましたありました。地元どこっすか。あれ地元私は愛知県の高原市ですけど。いや近いじゃん、だって確かに、うん、あ、これクレヨンしんちゃんもあったね、うん、お、で、あと俺ね、本当はもうこれじゃなくて全部これがいいっていうぐらい。え、あー、これね、これマジで5万本は飲んだ。いやこれ本当にこれと、あのもう一個この玉状のやつがあるんだよ。はい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 、これはね、もう食べ方だと多分めっちゃ食べてる、飲んでるなっていうの分かる。あ、出た。あ、いた、公園に一人は。いた。あー、はやっ、あ、それ出さないですね、まだこれ。これは5万本いってますね。このまま、これ5万本いった。めちゃくちゃ懐かしい味。はい、いえ、これゼリーなんですか。ゼリーなのよ、俺ね、駄菓子屋さんのゼリー大好きで、もうその店のゼリーがカナダが来たらなくなったって僕が言い始めたんですけど、いえ、なくなってはない、なくなってはないですね。なくなってはないんですよね。でもね、本当にゼリーが大好き。なんだ、独特のゼリーなんだよね。なんかあれですよね、普通にコンビニとかで売ってるゼリーとは違う。全然違うよね、なんかね、うん、独特の、あこの最後の奥のね、うん、たまりにたまっちゃったやつをこうやって喋ってたよね。ずっとこうやって喋ってた。膨らませて、吸ってっていうの、こんにちはさーとか言って。クソだけじゃないですよ。いたよね、こんにちは。いくらでしたか。292円。お、8円残った、うん、あー、そう。はい、駄菓子対決も終わったということで、はい、誰が勝ったんでしょうね。
結局全員が勝ちなんじゃないか、うん、なんか昔に戻れた気がして、そうね、確かにすごい楽しかった、うん、まあ、ここで掛川名物のおでんと、うん、駄菓子を食べたので、うん、次は日本のマッコリと呼ばれている絹さらを飲みに行きましょう。日本のマッコリ、韓国のお酒のイメージありますけど ね、 ね、本当にそうですよね、まあ、今飲まれたことは、え、もちろんもちろん、そのなんか新大久保とかでも結構美容にみたいなので、なんかマッコリを飲んでる方が多いとは聞いたことある。美容にもいいんです。知らなかった。分かんない、俺もそんな詳しくはないけど、ちょっと気になるっす ね、 ね、日本のマッコリっていうのは、ちょっと行こうか。じゃあ早速、はい、最後にちょっと一回乾杯して、ね、あ、乾杯乾杯。パス。あ、マジでいい天気、最高だ、うん、青しかないもん。行きますか、じゃあ。カナさん大丈夫ですか。行く、もう行きたくない。行こうか行こうか、まだ3話やしな。そうね、まだ3話なんで、よし行きましょう。掛川どうですか、いい感じですか。掛川めっちゃいいね、うん、めっちゃいいですよね、ほんといいわ。俺にはもうここしか道がないんです。感動するね、これも、うん、マッコリ飲めるわけですか。マッコリは飲みます。おお、よかった。だってこれでマッコリ飲まなかったら今の時間何。